皆さんこんにちは、旦那様です。ちょっと赤の境界でね、閉鎖空間を持っているハンターと遭遇した場合どのように逃げたらいいですかっていうコメントをねもらいましたので、ちょっと説明させてください。ここではあえて窓とかね使わずに、もう板ゾーンでハンターとねチェイスしましょう。ここ板多いよね、この石壁のところでね。ここでもうぐるぐる回るだけでも時間は相当稼げます。今のハンターはもうほとんどね、こっちが板倒すときにそれをね狙ってから攻撃してくるん でそうするとこっちがダメージ受けますよね。それを防ぐためにちょっと板を倒すタイミングをねずらしてあげないといけません。もうほとんど攻撃してくるからもう一回待ちましょう。彼らもハンターたちもね警戒するんで、ね、板の後ろに人がいるんじゃないかで、それをねそういう警戒心があるからもまず攻撃してみるんですよ、ハンターも。で、赤の境界でこのゾーンは多分板が一番多いところですよね。で、次に墓地の方ですかね、板が多いのは。で、ここの板全部使ってぐるぐる回ってあげると、もう多分1分半とか下手したら2分ね稼げるんじゃないかな。ここら辺で月謝がね、私は諦めて他のところに行きました。まあおよそ1分くらいですね。で、まあチェイスしないときはもちろん、ね、暗号機解読頑張りましょう。で、芸者さんがね、また来ましたので板があるところに逃げましょう。でも泥棒だからちょっとチェイスしやすいキャラクターなんですけどね、板をそのまたぐスピード、超えるスピードも速いので、まあ後でまた機械技師、ね、そういう身体能力が弱いキャラクターもねチェイスしてる動画上げてますのでぜひ見てください。で、こっちを狙ってきましたので板のあるところに行きます。すぐに板倒さずにね、動向をしっかり見てからどこに行くべきか判断しましょう。芸者とある程度距離離れてたらね、大抵ワープ使ってきますので、それを警戒して後ろをね振り向いてあげましょう。ワープ使ったので8秒間、ね、フルタイム入りますので、そのワープがね使えませんので、芸者の場合はぐるぐる回るだけでも、ね、攻撃外す時が多いので結構狙いづらいんですよ、あのハンターは。もう逃げ場がなくなったらもう急な方向転換とか、ね、ぐるぐる回ったりすると攻撃をね外してくれる可能性があります。で、結局追いつかれてそのままねダウンさせられちゃいます。ちょうど仲間がいるので風船した時に板を倒してくれるとね最高ですね。そのまま逃げれますので、これはもう仲間のナイスプレーですね。これでまた芸者がどこかに行きました。次は窓越え、板を倒すスピードが遅いキャラクターを見てみましょう。相手が距離を詰めるアクティブスキルを持ってないハンターの場合はこうやってぐるぐる回るだけでもかなり時間が稼げますので、すぐに窓をねまたいたり板を倒したりせずにちょっと走って様子見ましょう。次は石壁ゾーンですね。相手はリッパーです。で、次の板に行ってすぐ倒さずに様子を見ましょう。リッパーとやるときは注意しないといけないのは、ね、霧のゾーンですよね。霧のゾーン、霧が立てば相手の攻撃が壁とかを貫通してしまうんですよ、遠距離攻撃。それをちょっと警戒していきましょう。相手のテリトリー内で戦うのは良くないのですぐさまに逃げます。この霧のゾーンから出ます。リッパーとチェイスするときは霧のゾーンの中でやっちゃダメ、絶対に。石壁ゾーンの中では主に板の近辺でね勝負します。ハンターとはすぐに次の板のところに行きます。機械騎士のような窓、板を超えるスピードが遅いキャラクターはすぐにそれを超えてしまうとハンターから一撃でダウンさせる可能性がありますので、やはり一番いいのは、ね、走ってハンターとチェイスすることですよね。窓とか板とか飛び越えずに主にランニングを中心にチェイスしていくんです。もうこれはもう板が全部使い切ってしまいましたので、まあ、あとはあれのみですね。今まで石壁ゾーンを紹介しましたが、次にチェイスできる場所はこの墓場ですね。ここでやることはあの石壁ゾーンとあまり変わりません。
板もありますし、まあ、主に板を中心に動いていけば大丈夫です。注意してほしいのはすぐに板は、ね、倒さないこと。ハンターがどういうふうに動くかをしっかり見てから板を倒す。前にも言いましたが、大抵のハンターは板の後ろに人がいるのではないかと警戒して攻撃してきますので、気をつけていきましょう。ハンターが板を壊している間に他のところに行ったり、次の板のところに行きましょう。本当にぐるぐるするだけでもかなり効果的ですので、ぜひやってみてください。でチェイスとは関係ないんですけれども、勝率を上げるためにみんなに知っておいてほしい戦い方が一つあります。それは最後の1台寸止め法ですね。この方法に必要な内在人格は仲直りです。今画面の左上に、まあ、私がおすすめする内在人格を貼っておりますので、よかったらまあ参考にしてください。ハンターが雲で囚われているのがマジシャンですね。仲間が助けに行くのを見計らって暗号機の解読を終わらすっていう戦い方ですね。はい、今助けましたので解読を終わらせます。すると仲直り効果で傷ついている人は1段階回復しますので、さらにダッシュがつきます。これで無事マジシャンは助けられました。でゲート近くにいる人はもちろんゲートを開けてますね。で私はちょっと箱を開けて何かいいものないかなって探してる感じですね。機械技師のアイテムですね。人形を出して助けれないか見てみましょう。もちろん安全なところでね、人形を操作していきます。肉壁出動ですね。アムロ行きます。アムロね、アムロ。ちょっとゲートの方向をね教えてあげて、今真ん中で雲見えましたのでね、ハンターとサバイバーの間に入ってあげて攻撃を受けます。ここで空軍が板を倒して、マジシャンはそれを使って加速して逃げてますね。同じく、まあ、寸止め法なんですけれども、機械技師を使うとめっちゃくちゃかっこいいんですよ。この方法、機械技師一人で終わらせることができるんで、こういうふうにあの人形とか使って、まあ、寸止めにして本体でやってもいいんですけどね、寸止めさせていきます。下準備完了しましたので本体でいきましょう。人形でいくと一発でやられちゃいますので、キャンプしてる相手にはね本体でいきましょう。健康状態の本体ですよ。助けで一発受けても仲直りで回復しますので、で人形に切り替えて解読を終わらせます。そうするとね回復して逃げれます。まあ、こんな感じですね。でまあ、機械技師でね窓とかもうできるだけ壊れないようにしましょう。こうなっちゃいますんでね、うん、なんでやっぱりランニングを中心にチェイスすることが必要だと思いますね。まあ、この試合は結局、まあ、引き分けになったんですけども、この戦法はみんなにぜひ覚えてほしいですね。最後の1台を寸止めして、あその前にね仲直りをね取ってもらって、で最後の1台寸止めして、ね、縛られてる仲間がいれば助けた後に解読を終わらすっていうこの方法をね実践してほしいです。以上、ちょっと内容はまあかなり薄かったと思いますが、最後まで見てくださってありがとうございました。バイバイ。